おはようございます。おはようございます。ジャスト、株式会社代表の関真関です。今日ちょっと質問を受けたことがありまして、弁護士特例もね、これは、まあ家族で、まあ、1本入ってればいいんですよね。はい。まあ、要は複数家族で車持ってて、別々にこう保険入ってますよね。はい、はい。でそれで一つの車に一つ弁護士特約つけなくていいんですよね。一家に一台弁護士特約がついてれば、はい、いいんですよね。はい。ですのでこう無駄についてる場合削っちゃった方がいいんです。はい。まあ、ただね、そんなに高くない、年間1000円とかぐらいなんですよ、無制、300万円、はい、の弁護士用でね、はい。ただね、気をつけなければいけないことがあるんですけれども、はい。弁護士特約、こうだ、まあ、300万なんですけれども、はい、費用ね、はい、例えば長期にわたる裁判、はい、例えば5年、それ以上ってなると。ひょっとすると300万じゃ足りないこともある。はい。でそれがもし心配だったならば、やっぱもう一個つけとけば全部で600万になりますよね。はい。でそういう手もある、そういうこともありますので、はい、そこをまあよくよく考えた方がいいですよね。はい。でまあ人、まあ、これは自動車保険の節約のポイントを一つのポイントのお話をしました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。